ゲベール銃。写真の銃は日本でゲベール銃として展示されているものとして引用されるが、正確には香港で記述される。オランダ製ではなく、アイズハンが1840年代に導入したバイエルン M1842 マスケットである。バイエルン M1842 は本来は格好重心のゲベール銃であるが、バイエルン広告本国では、 ミニエージュー登場後にライフリングを重心に刻まれ、ライフルドマスケットに回収された。ゲベール銃とは前装式、格好重心、フリントロック式、またはパーカッションロック式の様式小銃である。すなわち、マスケットと呼ばれるものと同一であるが、幕末日本では特にこう呼ぶものである。ゲベールとはオランダ語で、小銃を意味するが、本来のオランダ語での発音はヘベールに近い。 1670年代にフランスで開発され、それから約100年後の1777年にオランダが正式採用した。著名なものではフランスにおけるシャルルビルマスケットや、その1777年型であるマスケット M1777、同時期のイギリスにおけるブラウンベス、アメリカのスプリングフィールド M1842、以前の各型が、 ゲベール銃の範疇に含まれる。もともと敵の密集兵団の中に打ち込んで混乱させるという使用目的の銃であり、大量生産と構造の簡略化を優先としているため、命中精度は悪い。初期は角石式だったが、後に神田式に改められた。射程距離は同じ前奏式加工銃である。 ひなわ銃と同程度だが特に門石式タイプは着火時の衝撃がひなわ銃と比べて大きいため命中精度では劣る。しかし裸火を扱うひなわ銃では密集体系を伴う当時の西洋式の舞台行動を行うには暴発の危険が大きく困難である上ひなわ銃とは異なって銃剣を装備できるというメリットもあった。日本では幕末期に 西洋軍政を導入した江戸幕府や藩が相次いでゲベールを購入した。1831年に砲術家の高島周藩がオランダから輸入したのが始まりとされる。幕末の早い段階から輸入が開始され、すでに史上中の時代となっていた西洋から旧式のゲベールが大量に日本に輸出された。また、輸入だけではなく、 ひなわ銃とは発火装置が異なる程度だったことから、各地にて国産のゲベールが製造されたほか、ひなわ銃の発火装置を神田式に改造した和製ゲベールも見られる。そのために根崩れを起こし、価格は1兆5両ほどにまで下がった。一方、欧米でも随時ライフリングが刻まれて、ミニ A 銃に回収されたり、格好重心のママミニ A 弾やプリチェット弾が配布されたりしたほか、 ご葬式に改造されるまで使い切られるゲベール銃も存在したが、日本ではほとんどそのような回収や運用は行われなかった。輸入が始まった頃は、薩摩藩、長州藩や幕府軍で採用されていたが、薩摩、長州では早い段階からゲベール銃よりも新式で、命中率、射程距離に優れた、四条銃であるミニエイ銃やスナイドル銃への更新を進めた。 幕府軍も第二次長州政党以降は積極的に四条銃を導入し、幕府陸軍の不評体などに支給した。某新戦争時点ではゲベール銃は時代遅れの銃となっていたが相対的に安価であり、東北諸藩のほとんどは幕末期に購入したゲベール銃やヤーゲル銃が主力のまま某新戦争に突入していた。ありがとうございます。